よし、調べてみよう。気をつけてね。やはりな。みんな、戦闘準備はできてるな。これで決めてやる。この程度かすり傷だぜ。頑張って。はい、何の、これで決めてやる。楽しくなってきたぜ。キリト、無理しちゃダメだよ。残り体力に気をつけてください。あんまり無理しちゃダメだよ。助かったよ。慎重に行くわよ。こんな、大丈夫。朝、頼むから無茶だけはしないでくれよ。これで決めてやる。これで決めてやる。まあこんなものか。こんなの楽勝よ。よーし、やっつけた。霧は何か変化があったか。気流が止まったわ。行ってみましょう。これで下に降りられるわね。どこかのダンジョンの鍵かしら。扉に鍵がかかってますね。さっき気流を止めた時に宝箱の中に鍵が入ってたよね。あれを使うんじゃないかな。ああ、やってみるよ。開いた。それじゃあ中に入ってみよう。頼んだ。任せて。わかった。これで決めてやる。マナが切れたの。これで決めてやる。
私もキリト君みたいに頑張らなくっちゃ。くっ、これで決めてやる。鮮やかなものね、キリト君。これかな？この先に進むとボスがいるな。このままボスに挑もう。奥の扉が開いた。宝箱があるかもよ。お宝ゲット。ん？なんだろうこれ。パズルみたいだけど、何かの部品なのかな。ねえ、これってあのダンジョンで手に入れた部品とくっつきそうよ。本当ね、くっつけると鍵っぽい形でも、まだ部品が足りないみたいね。他のダンジョンで手に入れろってことか。
アスナ。何？ちょっとここで待っててくれ。訳は後で説明するから頼む。え、キルト君？お兄ちゃんどうしたの？やっぱりつけられてる。全力で移動すれば捕らえられないまでも姿くらいは視界に収められるはずだ。いない。クソ、ダメだったか。この足跡も。キリト君、待ってよ二人とも。まったく、 ALO を始めたばかりの頃は私が羽の使い方から教えてあげてたのに、あっという間に随意飛行を覚えちゃうわ。普通の人なら怖がるスピードだって平気で出しちゃうわ。ああ、これでもスピードには結構自信があったんだけどな。キリト君、やっぱりつけられてたの？ああ、見事なまでのハイドだ。そいつの姿は見れた？いや、ダメだった。でももういいよ。今は気にせずクエストに集中しよう。え、放置するの？誰かに見張られてるなんてなんだか気味が悪いよ。気取られたことを向こうも気づいたはず。警戒するだろうから、これ以上の詮索は難しいよ。それにこういうプレイヤー同士のバカし合いだってゲームならではさ。キルト君、こんなことまで面白がってる。ああ、さあ気を取り直してクエスト再開しようぜ。さすが、聞いてた以上の達人っぷりね。でももう少し様子を見させてもらおうっと。仕留められたな。これで決めてやる。何の？サンキューな。これで決めてやる。お見事、その調子だぜユキ。これで決めてやる。この先がボス部屋みてえだな。このままボスに挑もう。分かったわ、行きましょう。このボスはそんなに強くないようです。やっつけちゃいましょう。くっ、なんだ。しまった。ふぅっ、ざーっ、ざーっ、ざーっ、しまった、ざーっ、ざーっ、ざーっ、ふぅっ。
力に気をつけるんだ。これでパパ、敵の体力が半分を切りました。さすがです。ここからが勝負だな。キリト、あんまりサンキューな。はっ、パパ、敵の体力が残り少しです。これで決めてやる。元気になったよ。いいね、そうでなくっちゃ。大したことなかったな。こんなの楽勝よ。うん、いい調子だね。やったー、やったー。皆さんやりましたね。奥の扉が開いたぞ。小部屋に繋がってるみてえだ。宝箱があるよ、行ってみよう。任せてくれ。お宝ゲット。ん？なんだろうこれ。パズルみたいだけど、何かの部品なのかな。ねえ、これってこれまでに集めたアイテムと合体できるんじゃない？そうだな。どれどれ。うん、おお、アイテムの形が変わった。これって鍵だよね。またどこかのダンジョンで使うのかな。その大きい鍵で入れるダンジョンって結構強そうな敵がいそうだよね。ねえ、今までゲットした鍵と違うもんね。一度町に戻って準備を整えた方がいいかもしれないわ。そうだな、一度戻ろう。みんなもそれぞれ準備があると思うから一旦解散しようか。